ナンバーアンダーライン愛の旅、ロサンゼルスで炸裂したファンの愛と驚きのエピソード。平野翔のサインに驚愕。ナンバーアンダーライン愛の海外での人気が爆発。今日は日本から飛び立った特別な3人、平野翔さん、岸優太さん、そして神宮寺優太さんについてお話ししたいと思います。彼らはロサンゼルス国際空港に無事に到着し、ファンの方々にたくさんの愛を受け取ったようです。ファンの方々がサインや手紙を求めたり、彼らに花束を送ったりして、彼らを温かく迎え入れました。アメリカのファンにとても羨ましくて感謝しています。ロサンゼルス国際空港で、平野翔、神宮寺勇太、岸優太に会いました。その光景は、ただでさえ美しい春の日にさらなる輝きを加えました。3人とも非常に優しく、ファンに時間を割いてくれました。この素晴らしい経験をお伝えしたいと思います。日本のコミュニティから中国やフィリピンまで、彼らの人気は広がっています。特に、グループナンバーアンダーライン愛は、多くの願いや電話を受け取り、ファンからの愛を感じています。そして、彼らも依頼しており、ファンにプレゼントや直筆の手紙を送っています。これは、彼らがファンとのつながりを大切にしている証拠ですね。ファンの皆さんが平野翔さんにサインを求めていましたが、サインを書くのにかなり時間がかかったのではないかと思います。彼のファンは知っての通り、彼のサインは一つ一つが芸術品のように繊細で美しいのです。そして岸くんは彼の KC シンボルで素晴らしい効果を発揮しました。ファンにとって、これは一目で彼を特定するための確かな手がかりです。しかし、この素晴らしいイベントの裏には、日本国内でさえなかなか会えないファンの願いが詰まっています。これほどまでに遠い地から彼らが訪れ、彼らの偉業に触れることができるというのは、本当に幸せなことです。そして、そんな中、私も家訓に触れることができました。それはまるで夢のようでした。しかし、興味深いのは、彼らがどの飛行機に乗ってきたかという点です。ジャパン平野さんの予想はすごいと言われていますが、これに関してはどのような航空会社を利用したのでしょうか。羽田空港 T3 に到着した時、カクンと同じくらいの興奮が私を包みました。彼らが日本から遠く離れた場所であっても、平野翔、岩優太、神宮寺優太は人種や国籍を超えたコミュニティで温かく迎えられています。彼らのファンからの愛情や願い、そしてサポートは、彼らが世界中でどれだけ大きな影響力を持っているかを示しています。そして、その愛情に応えるために、彼らはプレゼントや直筆の手紙を送りました。ナンバーアンダーライン愛グループメンバーに送られた花束も、彼らの成功と人気の証です。これらの素晴らしい瞬間の背後にあるのは、彼らのファンとのつながりや、前世での行為の積み重ねがあるのかもしれません。そして、彼らが海外で愛される理由は、彼らの才能や魅力だけでなく、彼らが持つ人間性にもあるのかもしれません。しかし、彼らの旅が終わりを告げた今、次に何を待っているのでしょうか？彼らの心情や期待を考えると、私たちもドキドキしてしまいます。彼らが無事に帰国し、健康で安全であることを願います。そして、彼らが今後の活動でさらなる成功を収めることを心から祈っています。ロサンゼルスからの感謝と期待が詰まったこの旅。彼らのファンとして、私たちは彼らの未来に期待とサポートを惜しみません。彼らがもっともっと世界を魅了し、幸せに満ちた未来を築いていくことを願っています。しかし、ファンの方々にとって、彼らの存在はただのアイドルではありません。彼らは希望や喜びを与える存在であり、彼らのサインやハイタッチは多くの人々にとって特別な意味を持っています。例えば、平野翔さんのファンは彼の存在から抜け出せないほど彼に魅了されています。そして、
彼が子供たちに治療を施すことができるという事実は彼らにとって幸運なことです。またナンバーアンダーライン愛の成功は韓国でも報じられ、海外でも多くのファンが彼らを待ち望んでいます。彼らの存在は多くの人々にとって喜びと感動を与えています。今彼らが次に何を待っているかは分かりませんが、きっと彼らもドキドキしていることでしょう。彼らが安全かつ健康に目的地に到着できることを願っています。そして彼らの活動がさらに成功し、ファンの方々にとっても彼らの笑顔が永遠に続くことを祈っています。アメリカのファンの皆様、これからも彼らを応援し続けてくださいね。彼らの活動がますます素晴らしいものになることを期待しています。皆様ありがとうございました。